日本も危ないんですよね。民主党ができましてですね、あのですね、今シナは第一列島線内部の制海権を奪い、第二列島線内部の制海権を奪おうとしていますが、今の状況をお伝えします。まず第一列島線の、海洋調査、海底調査、潜水艦を展開するための調査はすでに2004年で終わっています。で、ここの海域は例えば台湾を侵略するとき、米軍が救援に来ます、日本から来ます、グアムから来ます。この東シナ海の海域で迎え撃ちます。ですからこの辺はもうすでに海底の調査、潜水艦いつでも展開できるようにしています、中共は。それからこっちはどうかというと、グアムがここにあります。戦略的要衝グアム、こう台湾があります。ちょうどこの中間点にあるのが沖ノ鳥島です。沖ノ鳥島周辺で去年の6月中共の海軍は演習をやりました。これはこの海域はそもそも米軍が台湾救援に来るときに、ここで米軍を入れさせない、ここにもミサイルあるいは潜水艦を配備してですね、とにかくこの海域に入れさせない、中共が制海権を握ってある程度握って米軍を入れさせないという、そういう戦略です。潜水艦を展開するための海洋調査は昨年6月演習が行われたことで完了したと見られています。そして今年の4月、例のあの東海艦隊、東シナ海で大演習、今までにない規模の演習をやり、で、沖縄のところ、沖縄本島の下を通って自衛隊の艦船を威嚇して、西太平洋に出ました。ミサイル駆逐艦、潜水艦いました。すべて米国の空母をやっつけるための兵器です。それを堂々と、デモンストレーションでこっち降下してぐるーっとに西太平洋を回りました。ここはもういつでも俺たちが取ってやるぞというデモンストレーションです。もう米軍はこの海域には入れさせないぞという、そういうデモンストレーションです。でその後に台湾の東側、太平洋側を通っていつでも台湾の基地を破壊することができるぞとメッセージを、無言のメッセージを送り、そして南シナ海に入っていったんです。ここ全域将来僕たちの海になるんだよという、そういう PR ですね、アピールですね、そういうことをやったわけです。この演習、米軍はですアメリカ側はもう本当に驚いたらしいですね。これでもう台湾守れないやって、それぐらいの衝撃が、あったそうです。東シナ海、この間、5月ですね、日本 の、 その海上保安庁 の、 その調査船、測量船が、その種子島沖合だったですか、我が国の EEZ の中で海洋調査やってましたら、そしたらですね、シナの調査船がやってきて調査妨害したんですね。まあ、実際調査船といっても実際は巡視船ですね。妨害して、日本側は調査を、中止を余儀なくされました。これは我が国の沿岸警備船が自国の海でシナの沿岸警備船に追っ払われたということなんです。つまり東シナ海はすでにシナの支柱に落ちつつあるということなんです。でその頃外務省のある人がこう言ったそうです。このままの状況だったら東シナ海は取られちゃう。そしたらそういった中で発生したのがこの間の尖閣事件ですね。で、あの犯人船長を釈放しまして、釈放したあたりから、シナの方はどんどんこの、漁業監視船、武装船ですね、それを今尖閣の領海近くまで派遣しています。あの船はですね、外国の船を漁船を駆逐したり拿捕したりする船なんですね。あるいはその外国に拿捕された自国の船を取り返すための武装船、それをどん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 派遣しているんです、今。これどういうことかというと、もう尖閣周辺は俺たちの海なんだよ、民主党政権、中国漁船逮捕す、拿捕できないでしょ、逮捕できないでしょ、そういうことなんです。とっても恐ろしい誤ったメッセージを日本は送ってしまったわけですね。そしてこの間
その漁業艦船、海上保安庁のその人選ですね、出てきましたから、海上保安庁の人選こう言いました。我々は尖閣諸島、まあ、釣魚、釣り魚島ですね、釣り魚島を合法的に管理してるって。もう我々は管理してるって言ったんです。尖閣諸島を。実質的に管理してるもんですよね。日本守りきれないんだから。この尖閣諸島、あるいはその横の与那国、これは、すべてこの海域は、もうあそこはですね、海底資源欲しいじゃないんですよ。ここは実は東シナ海の軍事的要衝なんです。この辺りで台湾上陸をやるんですよ。この辺りで米軍を迎え撃つんです。ですから、もう東シナ海は中共の手に落ちるんじゃないかと。このまま行けば。すべては民主党が日米同盟空洞化させるようなことをしたから、そこに入ってきた、一気に。ということだと、思います。それで、じゃあ今後、我々は何をすべきかですけども、あれ、まだ時間、もう少しです。すみません。じゃあ。我々は何をすべきか。まずですね、第一は、まず台湾は中国の領土だと、これは嘘だということを見破ることですね。一つの中国は嘘であると。日本は台湾を中国に返還していない。これを国民常識にすることなんです。これを国民常識にすればマスコミだってそれを否定できなくなる。政府も否定できなくなります。台湾統一は侵略だ。絶対許せはならないという。それを常識にすることじゃないでしょうか。それからもう一つは台湾に対して、先ほど言いましたが、本当にこの紳士的な国で日本よく理解し、日本と提携したいと言っている。こういった気持ちにですね、やっぱり我々感動していいと思いますよ。僕も初め台湾行った時それで感動したんですけど、皆さんも台湾行った方ことある方感動したことあると思います。この兄弟のような国ですよ。今世のために何かしようとそういう気持ち持てばいいんです。そしてこれから一緒にやろうと、お互い生命共同体なんだから手を取り合おうって台湾の人は言いますよ。あ、日本とだったらできるって。我々も台湾だったらできると思えばいいんです。そして台湾の人たちを励ませばいいんです。国民党なんか票入れちゃダメだよって。それからもう一つは重要なのは尖閣諸島ですね。尖閣諸島は実は中華民国中華人民共和国の主張は一緒でして、尖閣諸島は中国の台湾省の付属島嶼ということになっています。こんな宣伝に乗っかったら、台湾自体中国の領土だと認めるに等しいような、つまり日本と台湾を対立させ、つまり日台離間ですね。それから、この台湾と中国を連携させる、まさにそういった、思惑のを持つ、のがこの尖閣騒動、向こうは巻き起こす尖閣騒動、反日運動ですね。そんなものに台湾人いつまで乗ってていいのかと言わなきゃいかんと思いますね。台湾の人たちは領土欲が希薄です。シナ人と違うんです。ですからその人たちに言えばいいんです。あなたたち尖閣自分のもんだというのはそれ嘘だよって。あんたたち恥ずかしくないの。台湾人は恥ずかしいと思いますよ。台湾人だと話せばわかります。ただ日本人が誠心誠意話してないだけ。日頃ね、台湾に対して冷たい日本がそんなこと言ったって彼らいきなり言うこと聞きませんよね。台湾のために我々はそう思ってんだっていう気持ちを伝えれば台湾にかかってきます。で、尖閣諸島日本の領土だけど一緒に守ろうと、そういうふうなアピールをすることは、これは大事だと思います。それからさらに進んでですね、この、中共は今とても恐れてるのは何かというと、ソ連や東欧は何で崩壊したかというと、今いろいろな要因はありますが、一つは、西側からの民主主義の情報、自由とは何かと、そういう情報が入ってきて、独裁政権、権威を失っていったんですよね。そういうふうになることをとても恐れてるんです、中共は。特に台湾の存在ってのはものすごく怖いんです。台湾の自由主義、民主主義がすごい怖いんです。シナ人が台湾にの民主自由を憧れたら中共はできなくなります。ですから、日本と台湾が一緒になって、この民主化の応援であるとか、中共のその独裁反対とか、人権弾圧やめろとか、虐殺やめろとか、それからチベット人、ウイグル人への侵略やめろとか、そういうことをわーって言えば、どうなのか。あるいは国際社会に対しても日本と台湾こそがまずやるべきですよね。一番次のチベットは日本と台湾なんですから。
自分の、国際社会にも中共とはこういう国だよ。そうすると、中共はですね、この自分たちの、我が国はこの平和にやってんだと。平和のために暴力振るってんだという、そういう、宣伝があります。その宣伝を打ち破っちゃえばいいんですよ。あの国は宣伝で持ってる国ですから、あの政権は。そういった、この、反中共政権の削減地にしちゃえばいいんですね。それからさらに言えば、台湾は中国の領土ではない。世界中が一つの中国の宣伝に騙されているわけですね。日本は台湾を中国に割譲したことは一度たりともありませんという、この真実を一言だけ言うだけで、国際社会に。世界は台湾統一はこれは侵略だと思うわけじゃないですか。そしてこれ反対せざるを得なくなる。黙認できなくなるんですよ。それを政府にやらせるとかですね。しかし、こういった戦略、やればできますが、一番の障害は、日本の政権が、市内に対してそこまでやる度胸がないということですね。民主党に限らず、今まで自民党もそうでした。特に民主党はひどいですね。この政権、こういった政権、市内にもペクペク、今ですね、本当に日本は危ない状況なのに、こんな危ない状況なのに、ますます市内に媚びている。こういった政権は絶対許さないという世論を喚起することも重要になってきますですね。でも、もしこういった人並みを我々やらなかったら、本当にこの、第一列島線は、こっちに飲み込まれます。なぜか、向こうはとにかく飲み込もうと大攻勢をかけてきてる。こっちは、両方とも、軍事費削減までしてですね、戦う気も全然ない。台湾が生命線であることもみんな知らされてない。今そういう状況だから。だから今の頑張る日本全国行動委員会の運動、すごく正確なのはこれなんです。シナの尖閣侵略反対というと同時に、劉暁波さん釈放とか言ってるんですよね。台湾守るぞと言ってるんですね。チベット守るぞと言ってるんですよ。それがために、本来だったら、こんなね、運動に反発するはずの香港の人たちが拍手を送り始めた。そっか、民主化に、中国の民主化に関心あるんだと。台湾のメディア、尖閣問題だから、ね、意見違いますから、頑張る日本のことを応援しないはずなのに応援してますよ。よく言ってくれたって。シナのため、シナに対してよく言ってくれたって。劉暁波さんの釈放も言ってる。すごいなとは言ってませんけど、好意的に報道します。アジアの人たちがみんなこういった運動を共鳴してくれるんですよ。だからこれは、本当に、まず国民からですね、やっぱ立ち上がって、この本当にアジア全体を見た。東南アジアも味方になりますからね。この第一列島線、東南アジアの汗まで続いてますけど、そういった大戦略、というものを、新たな大事な主義運動としてやるべきではないかと思うわけです。ちょっとまともな話ですいませんでした。以上です。どうもありがとうございました。先生ありがとうございました。先ほどですね、講演の中で、中国は、北と東にはもうこれ以上膨張しないということをおっしゃられたかと思うんですけれども、北はまあなんとなく膨張しない理由わかるんですけども、西に膨張しない。西にはでしたっけ。西ですね。西には何があるのかですね。なぜ西には膨張しないのか。日本と台湾も同じようにすれば、その膨張をですね防げるのではないかという思うんですけども、そのことについてちょっと詳しく説明いただければと思います。はい。要するに、西には、例えば、ウイグル自治区、東トルキスタンの西側には、カザフであるとか中央、アジア諸国が、ありますですね。アフガニスタンとか、要するに主権国家があるわけですから、そこに伸びていくことは侵略になりますですね。チベットの、下には、インド、ネパールありますが、そこも同様に主権国家がありますので、そこに入っていくことはできません。ですから、もちろん北の方も、ロシアがあったり何があったり、侵略になるからできません。しかし東はですね、まず台湾は中国の領土だと考えてますから、あそこを占領するのは当然の権利であると考えています。シナはですね。そして
それは実は侵略であるけれども、これは侵略じゃないよ、台湾は中国の神聖なる不可分の領土だよと、そのような宣伝を、この建国以来61年間、毎日のように世界に発信してきているわけですね。そしてあとは、本来、往来自由な海洋ですから、どこまでも伸びていくことができるんですね。先ほど言いましたように、西太平洋、西太平洋を越えちゃうと今度ハワイの方まで行くと、それはもう完全にアメリカの勢力圏ですから、いけないとしても、それから、南シナ海ですね。南シナ海にしたって、あそこはいつシナの海になったのか、あそこは中国の海と言ってますけども、一体どういう根拠があってそんな領海を宣言できるのかというのがあるわけですね。でそこを越えていくと今度はインド洋があるわけで、無限に、この進出自由なその空間ということですね。それが東側に広がっているということですね。それからもう一つは、海洋資源ですね。それから海洋資源とともに、海の向こうにある、世界の国々に影響を及ぼし、そういったところでこの資源の争奪もやらなきゃなりませんし、そういうわけで、東の方は、無限に広がることができる空間が広がっているということだと思います。で、じゃあその日本と台湾も同じようにそのシナの西側に位置する国々のようなことをやったらどうだと今おっしゃいましたけど、全くその通りだと思います。まず、台湾は、我々はシナじゃないということをきちんとその国際社会に訴えながらですね、踏ん張るべきだと思いますし、日本にしたって、例えばその沖縄県が今危ないんですね、尖閣諸島、それから東シナ海、その領海または EEZ、 あれは絶対守るぞと、あるいはその海底資源も絶対守るぞという、そういった危害を示さなければどん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 侵食されていくわけですから、ですから、おっしゃった通り今日本と台湾は そういった課題を突きつけられている、状況だと思います。台湾にとっても最も影響力の及ぼしうる国っていうのは究極的にはアメリカだと思うんですけれども、今の先生のお話でその日米同盟の重要性っていうのをおっしゃられましたけれども、僕はちょっとそのアメリカの意図というものをちょっと疑わしく、やや疑念の目で見てるんですけれども、もしアメリカが本気でですね台湾を守るという意思を示していたら、現在にまでですね、もう中国といえども一切、手出しもできずに、独立も可能だと思うんですけども、どうもなんかあえて戦略的に曖昧な態度を取って、結果としてこの東アジアでのアメリカのこうプレゼンスを維持しようという材料に使ってんじゃないかなという感じも受けるんですけども、先生のご意見、そのアメリカの台湾政策というですね、アメリカは台湾をどうしようとしているのかという点をちょっとお伺いしたいんですけど、全くおっしゃる通りだと思います。あくまでも、米国 その東アジアで この、支配権覇権を守るための一つの駒として、一つの陣地として、砦としてですね台湾が位置づけられている。で、本気で、台湾を米国が守ろうというそういう決意があればとおっしゃいましたけど、すでに本気で守ってきているわけですね。だからシナは、台湾に侵攻できないでいるわけでして、ただ、なんて言うんでしょうか、その実際は米国は民主主義を国家理念にして、それから民主主義の押し付けを世界中にしながら、確かにこの台湾の民主化には戸惑いがあって、実は内心は困ったなと思ったわけですね。と言いますのは、この米国の東アジア、要するにその大陸共産主義の膨張、太平洋の膨張を防ぐ砦が台湾なんですよね。で、その台湾を手足のように米国が操る時は、やっぱり独裁政権の方がやりやすいんですね。国民党の独裁政権にこうしろと圧力をかければ何でも言うことを聞いたわけで、ところが民主化されますとですね、台湾の民意、
にお伺い立てなきゃいけないわけですね。まあ、その、下手して沖縄のようにですね、反米とか起きられちゃってもまた困っちゃうわけで、まあ、そういうことは台湾ではないんですけども。ですから、例えば、その、陳水扁政権の時に、その、国連加盟申請という、ことをやったんですね。をやろうという動き、申請をしたんです。ところが、それに猛反発したのが米国なんですね。台湾の名前で、国連加盟したんですけども、申請したんですけども、中華民国である台湾の名義である認められないと、お前らの来れるところじゃないと、お前ら国じゃないと、米国はそこ、政府はそこまで言いました、台湾に対して。それはなぜかというと、中共に言わされたんですね。さっき僕お話ししましたように、今、米国は中共、ある程度東アジアの問題で中共に妥協しなきゃならないわけで、自分たちは中東でやんなきゃいけないですから。で、中共はその、要するにですね、国連加盟申請というのは実はものすごく意味のあることでして、世界中が台湾は中国の一部だとこの勘違いして、あるいは勘違い騙されたふりをしている中でですね、その国家しか加盟できない国連に台湾が堂々と加盟申請をするということは、台湾は、自分たちは独立国家であると、そういう意識を持っているということが国際社会に伝わるわけですね。台湾の人々は自分たちは中国の国民と思ってないということが伝わってしまう。ですから、これは真実を世界に、例えば国連加盟が、達成できなくても、世界に、少なくとも世界にはアピールはできるわけですね、存在アピール。で、中共の一つの中国の宣伝、嘘だということもこれで、伝えられるわけです。ですから台湾にとっては大変なチャンスであり、で本来であれば米国も、台湾を応援してしかるべきなんですけれども、中共が起こって米中間で緊張が高まるのを避けるため、中共の言われたまま、言われるまま、求められるまま、台湾にそんな申請を、する資格はないという、そういった圧力をかけたわけですね。これは極めて大きくてですね。で、台湾の方でも非常な衝撃はありましたけれども、日本としてもそれを肌から見て、日本はそこまでやらなかったんですが、ちょっとこれはやっぱり、米国は、台湾人のやっぱり民意とかそういうものはやはり関心ないなど、そういうふうに、あの時は僕も、改めて感じました。それから、これから、まあ、台湾、本気で守り続けるかどうかですけども、特にですね、米国にとって、その、もう今ですね、とにかく、台湾を守ろうとすると、ただ防衛戦の武器を台湾に輸出するだけで中共が起こるわけですね。もう制裁とか加えてくるわけですよね。ですから、今後も台湾を防衛できるかどうかという問題があるんですけども、もしそんなことやったら、中共の方はミサイルを米国本土にぶち込んでやるという脅しまでやっています。本当に守るかどうか、そこまでやられて、という疑問がありますですね。ただ、米国はよく言われてますのは、あそこの米軍というのは、まず、自国を守るのが第一で、第二は同盟国を守るというのがあって、で、台湾を守るのは、台湾は同盟国ではないけれども、台湾を守るということは日本、同盟国、日本を守ることであるから、台湾は守られる、まあ、米軍を守るんじゃないかというような見方もよく聞かれますですね。そんな感じでよろしいでしょうか。認めないと思います。あ、それは30年ぐらい前に実は核兵器の開発を、台湾はやったんです。あれは米国の、圧力で潰されたことがありました。それは勝手にとにかく、戦後ですね、台湾、米国は台湾を守ってきたけれども、台湾を守ってやるための条件として、絶対に台湾国民党政府は中共と衝突するなというのがあったんです。お前らが衝突しないでおとなしくしてれば守ってやるということなんです。ですから核兵器持つなんてのはやっぱりこれ許せないし、それから、米国としてもやっぱり怖くてしょうがないですよね。やはり日本が核兵器持つとなっても米国は反対するんでしょうね。それと同じことじゃないかと思いますけど。
台湾独立に関して の台湾人の意識なんですけれども、結構現状維持派が多いという話を聞いたんですが、現状のまま例えば国連加盟国じゃなくて一般国民レベルではそれほどデメリットはないと感じてるんでしょうか。例えば何かこう現状のままで一般国民レベルとしては何か困ったことが現実にはそれほどないっていうことなんでしょうか。何かご存知のことがあればお願いします。台湾独立すべきか、統一すべきか、中国と統一すべきかというアンケートが、もうこのご存知の通りしょっちゅうあるんですね。で、大体台湾独立って何なのかっていうのがよく、そもそも台湾独立運動っていうのは、台湾ってのはもう支那からもう独立してますから、最初から離れてますから、だから本当の意味は中華民国体制からその非支配者である台湾人が独立するということ、台湾国を作るということで、だからその辺ですね、それとも中国からの独立じゃないかと、中国からの独立を独立という人もいるけれども、でももうすでに最初から中国には隷属しないわけで、その辺ちょっと難しいんですけども、まず第一に、だいたい最近の調査ですと、いろいろ、そうですね、今すぐ独立すべきとか、そのうち独立すべきっていうのが例えば2割3割いて、で今すぐ統一すべき、やがて いずれは統一すべきというのが大体1割ぐらいまで今落ちてるんですね。で残りの、5割とか、6割が現状維持とよく言われるんですけども、この現状維持は、これも台湾独立、今の台湾独立状態のまま行きましょうということなんですよね。ですから統一を求める1割以外はみんな現状維持、この独立状態で行きましょうということ。ただその現状維持を独立じゃなくて現状維持っていう方をわざわざ選択したというのは、やはりこの今の中華民国体制の方で行こうと、中華民国体制、つまりレパブリックオブチャイナ、チャイナの国名で行きましょうということですね。チャイナを名乗ってればチャイナを押せたら中共は台湾を武力、台湾に対して武力交渉すると何度も何度も脅しているわけなんで、だったらチャイナの国名でいきましょうっていう、そういう希望を持っている人は現状維持を選ぶという回答を出していると思うんです。ですから、今のそれからもう一つは別にもっと消極的にですね、別に台湾名乗んなくたって今のままでいいじゃないというノンポリの人たち、それも現状維持を選ぶそうですね。ですからメリットデメリット、その現状維持が一番いいだろうとというのがあれですけども、ただ僕甘いなと思うのは、中共は、台湾が、中華人民共和国を名乗るまでは武力行使の可能性を放棄しないと言っていることでして、むしろ僕としてはたかだかそんなアンケート調査で国民世論の調査ですから、堂々ともうちょっと台湾の頭を使って全員台湾独立と回答してですね、世界に対して、我々は独立を望んでいるということを、大々的にアピールした方が僕はいいと思ってますけど、今後の先生のご活躍を記念いたしまして盛大な拍手をお送りください。